はい、またまた続いてフィットビットセンスの動画です。今回の動画はフィットビットセンスを買って3日目にアップロードした動画のフォローアップです。でその3日目にアップした動画はこれ、ね、今つけているこのフィットビットセンス用のケースを紹介した動画なんですけど、でこれをつけているとちょっと不具合があるのを発見したんで、今回はそれを動画にしてみます。で、不具合って言っても、まあ、このケースの保護性能がないとか、使っていると本体に傷がついてしまうとか、そういう問題ではないです。ケース自体の保護性能は特に何も問題ないです。で、何が不具合かっていうと、このセンスに搭載されている、これね、皮膚電気活動っていうアプリが使えなくなります。私が買ったケースは時計の周辺にあるこのベゼルも一緒にこう覆ってしまって、この縁も傷から守れるっていうものなんですね。この縁はメッキ処理のようなものがされてて、デザインだと思ってたんですけど、どうやらねこれ自体もセンサーになってるみたいなんですよ。その縁がねちょっとどういうものか、このケースを取ってみてもらいますね。これね、ここの部分、このテカテカしてる部分ですね、これは単にメッキ処理がされてて、見た目良くしているもんだと勝手に思ってたんですけど、そうではなくてこれ自体もセンサーです。これをこのケースで覆ってしまってるんで、センサーが値が取れなくなって、さっきの皮膚電気活動っていうアプリが動かないと、そうするとそれが使えなくなるとということになってるみたいです。でこれ結構盲点というか、まあ、知らずにこういうケース、こういうケースが売ってるんで、まあ、知らずに買っちゃう人も多いと思います。で、今後買おうと思っている人はちょっと気をつけてください。ディスプレイを覆う保護フィルムっていうのは一番いい選択肢なのかもしれないです。で、私もまあこの状態では全ての機能が使えないんで、ディスプレイの保護フィルムを Amazon で発注しました。まあ、ここだけでも守りたいということですね。で、その保護フィルムはまた到着したら、動画にしたいと思います。はい、今日はちょっと短かったですけど以上です。